みいともラジオ、あー全部全部君のせいかも、この世界はまるで地獄だね。あー全部全部君のせいだ、いるものすべてが愛おしい。はい、始まりました、この番組は杉並の猫屋敷からお送りしておりますよ。ね、膝にね、猫が2匹おるですよ。わらびと、あんた誰だ？菊池雄だな。菊池雄抜きの指噛まれてね。まあいいや、どんな番組かと言いますと、このみいとものお話を聞いていく番組でございましてね。まあほとんど聞いてねえじゃねえかっていうね。昨日は何をしてましたかと言いますと、菊池雄とずっとじゃれてまして、そんなことはないですけど、指を噛まれましてね、あの野郎に。ギュッとね、がっちりいかれて、もう腫れちゃって、大変だよ、血が出て。こいつすげえ食い意地がひどくてね、お菓子のビニ、なんていうの、袋を、かじるんですよ。ビニールをかじるのが好きで。タルちゃんもビニール、コンビニの、レジ袋をかじるの好きやから。でも、菊池はね、お菓子の袋をかじるのが好きで、それをガシガシしてて穴開いちゃうでしょ？で、それ、ちょっと、口開けてね、取ろうとしてたら、指をがっちり噛まれちゃって、これ前もももちゃんにやられた、ももちゃんの時はなんだ、チーズ食ってたのかな？パン食ってたかな？あれ。ひどいよ、もう、がっちりいかれちゃって。ね、そんなことしてました。昨日は、あれですよ、パモンの書籍のね、がいよいよもう大詰めですんで、いろいろデータを用意したり、原稿を書いたりなんかしちゃったりなんかしておりまして、ね。そう、ずっとやってました。だから、せっかくの、ね、せっかくの日曜日、まあ俺にしたら、曜日なんか関係ねえんだけど、まあ世間的にいい日曜日ですから、それはね、どこかにアイドルの無線イベントもあったでしょう。ね、行くこともなく、ね、真面目にやっておりましたよね。招きのメンバーはあれですか、オフだったのか、大阪をね、満喫してたようでね。すごい量のたこ焼きを、ね、レオナちゃんあげてましたけどね、いいですね。ピカリンは何をしてたんですかね。オフだったんですかね。あ、レコーディング、あ、それは先週か。ね、ビレ版のやつが出るっつってね、第1章第2章ですかね、楽しみじゃないですか。そんなところで、あれですわね、 M1 がありましたね。決勝の途中で僕ね、記憶がないんですよ。寝てたんですよね。和牛までは見た覚えがあると思うんですけど、銀シャリの決勝の漫才を見ずに寝てて、ああ寝ちゃったって起きたら、発表は CM の後で、でまた寝て、気がついたらもうすっかり終わってまして、誰が優勝したのかはネットで検索というか、まあニュースサイト見たらすぐ出てくるんで、まあ結果だけ見て、あ、そうなんだ、銀シャリだったんだと思いながら、ところがどっこい夜中にね、能町さんが結構 M1 のことをね、キャッキャキャッキャ言いながらつぶやいてるのを見たら、なんか、あのネタは俺が作ったみたいなのを作家が言うのはどうだみたいなつぶやきがあって、それを見てないのよね。どこで誰のあれを言ってるのかわかんないですけど、言ってて、で、作家の飯塚くんもあれはないと、芸人が言うのやったまだしもね、作家がシャシャリ出てきて、あのネタはみたいなのはどうだっ
ていう話を、してまして、それがどの作家なのかもわかんないし、どのコンビのことを言ってんのかもわかんないから、あんまりね、そこにそうだそうですよねって入っていくあれもないんで、僕はあそうあそんなことがあったのかと思いながら、僕はね、それを大っぴらにするのはどうだっつってたから、僕は陣内のネタの映像をやってるぞと大っぴらに言うてるわー、みたいなのね。あれですよ。なんですかね。俺は言って、もう俺はずっと言ってんだっつって。まあ、違いますからね。まあ違いますよね。ネタを作ってるっていう感覚でもないですけど、受け負いですから、全くの。ね。みたいなことをつぶやいてたら、絡んでくるやつがおるんですね。で僕は、なんてつぶやいたかな。僕は、陣内のネタの映像やってんのに、陣内は、徹子の部屋に出た時に、全部自分で作ってるっつってたっつってね。それはもう、ある意味嫌味のつもりで書いてるのに、それを、ね、その文章からどう捉えたら、そうですよね、ね。なんかおかしなリップ飛んできてね、なんだこの頭おかしいやつ、女やっぱりと思って、文脈を理解できないね。わかりますって。基本何がしたいか芸人さんが話して、補助しながら作る感じですね。ね、話に無理や無駄がないか、作家さんというか演出に近い感じですね。俺の文章を何を見てそう思ったのっていうね。俺だって、僕、ジナのネタの映像作ってるって、大っぴらに言ってるけどね、タイムラインの流れがあるからね。ノーマシさんと飯塚さんのつぶやきの。ね。オペラに行ってるけど、陣内が徹子の部屋に出た時に、自分で作ってるって言ってたねって、こいつこの野郎、ね。こいつこの野郎って感じはないですけど。ね。あいつなんでそこまで自分でやってるって言っちゃってるんですよ。あいつはっていう感じのことを言ってんのに、なあ、ほんでね、それ飛ばしてきたのが、プロフィール見たら、静岡の住みます芸人だっつって、もうなんでわかんねえの、お前っつってね。もう言わないけど。もうダメだろう。もうその時点で。ノーマチさんにもトンチンがなリップ飛ばしてるしさ。腹立っちゃってね。なんでこの頭の悪い奴がもう芸人になってんだと思ってね。頭の悪いではね、勘の鈍いで、勘じゃないよね、わかるだろうっていうね。でもそれわかんなかったらもう無駄。続けてても無駄。やめた方がいい。とっとと。ね。本当に、まともな、まともなっていうか芸人がまともじゃないみたいな、あれから。普通のというかね、頭をつかない仕事、ね。した方がいいです。本当に頭をつかない仕事はないか。本当に。ちょっと考えた方がいいよ。ねえ。びっくりしちゃった、本当。それがもう全然普通のというか、芸人やってない。こう、ね、一ファンで、盲目的なファンで、そうなんだ。自分で作ってないんだみたいな思っちゃってる。こうやったら、いやいや、こういう風でって、ね、こういうことですよって言えるんですけど、芸人がそれを言うってね、もう、終わりですよ。ダメダメ。ないない。気づかなきゃ、それは。ね、ちょっとびっくりしちゃったね、逆に。だから。そんなことは、だから、M1 の感想よりも、そうなんだ。芸人、ね、すみます芸人やってて、もそうなんだ、みたいなね。ちょっと理解できませんよね。頭が悪いというか、気づかなすぎてというか、もう、読めてなさすぎてというかね。で、ノーマチさんは丁寧に返してましたけど、ね、どれだけノーマチさんが丁寧なんだっていう話ですよ、本当に。ね。煩わせんじゃない、忙しい方なんだからね。そんなことありましたよ。ね。じゃあ、行きますか。ね。誰か来てます。誰かって分かっているっしょ。はい。誰だ。空の彼方。邪魔
ね、ガッチャマンだ、あ、暇だ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 、どこかにアイドルの無線イベントはないものだろうかって逆にエコーを絞るっていうね。はい。昨日、あれ昨日あったのあれ。なんだっけ IQ2264、ん、まあ、俺には TVer があるからいいんだけど。はい。じゃあ行きましょう。誰だ、あーっと、ね、これはね、編集の方ですよね。ね。イビルさんね。はい。質問したいんだって、返して返して。もうやってないんだろ？それでは帰ります。帰れ帰れ帰れ。帰れ。はい。じゃあ、聞いていきましょうか。こんにちは。こんにちは。ね。ところで、小谷、学生の頃、何部でしたか？何部でしたかって聞いたら、軽音楽部だよ、楽部ができないのにわら。いいな。答えたそうです。学生の時、軽音楽部が、ね、高校も、高校は全く帰宅部で。中学の時は、そんなのなかったなぁ。ザ・ボーカルだったのですね。ね。何してたんだろう。ね。できないのに入ってなんかやってたのかもわかんないですけどね。それはわかんない。春は、旅してる時かなぁ、逆三角で。旅してる時が一番輝いてるんだそうです。輝いてる。ねぇ。いいね。旅をしたい。熱海に行きたくてしょうがない。ね。どこか行きたい言いながら、この間大阪遠征してたじゃねえかって、ね。観光してないからね。どこか行きたい。梅田というか大阪駅が梅田、まあ梅田ね。すごい変わっちゃってびっくりしちゃったね。年を取ったら、どんな老人になると思う？なるほど。って聞いたら、テクノトップのなーちゃん。ああ、いいじゃないですか。答えたそうです。ねえ。ジャガーさんみたいになっちゃったらどうします？プラモソニックを一度見たい。ねえ、見に行かなくちゃ。素晴らしい。まあ、目がすごかった。はい。あれ？はい。もう一個？もうやめましょうか、じゃあ。オカリナちゃんとこ行こうか。僕が最近面白かったことって何でしたっけ？面白かったこと。ねえ、何ですかね。もうこれですよ、ほんと。僕が菊池より指をかっちりはまれたことかな。ね。もう笑うくらい痛かったね。いや、もうほんと。なんてことを面白がるわけですね。ねえ、腫れちゃって大変なんだから。ねえ。はい。じゃあ、伝言飛ばす？まあいいか。誰か、誕生日おる？今日は5日。共通の友達、誰か誕生日おったらね、伝言飛ばしますよ。パーっと言って、ね、オカリナちゃんのところまで、あ、ラムさんに飛ばします、一回。ね、それはそれで面白いかもしんない。ラムさんにね、とこ飛ばします？じゃあ、いいか。じゃあ、オカリナちゃん行こう。枯らさなくちゃいけないからね。あといくつぐらいなんだろうな、答えが。こんにちは。こんにちは。よいしょ。そういえば、私が今後だとしたら、何について書くかというと、立ち読みについて。これで、あれだわ。です。ね、通信エラーが出ましたって。ちょっと。オカリナちゃん、ね、立ち読みについての本は、あれですか。くれるのか。ね、そんとそ。もっといいの出せよ。ね。じゃあ、立ち読み推奨だね。ね。へえ。なるほど、ニコ。私だったら、座って読みます。ね、うん。これは、なかなかいいお題になっちゃったって感じだよね。私が好きな5文字の言葉は、味付き卵。なるほど。です。ねえ。あんまりね、味付き卵に、僕は、執着がないんで、味玉ね。ラーメンに入れる、入れなトッピングであっても、そんなに僕は魅力を感じないんですよね。それは、くん玉の方が好き。私が言われてみたいことがあって、一緒にいると癒される。なんです。言われてみたいんだ。癒されるっしょ、オカリナちゃんやったら。ねえ。褒められてるよね。ねえ。いいかも。癒されるっしょ。辛いね。ねえ。
言ってあげたい。お人形さんというかね、なんかぬいぐるみに近いよね。うん。怪獣のね。私の一番強烈な思い出は、うん、保育園の時に好きな男の子に歯を抜いてもらったこと。うわ、すごい。なんだそれ。なんです。めっちゃ面白いやん、このエピソード。ハートつけちゃえ。めっちゃ面白い。その歯をどうしたんだろうね。ねえ。なんか、かわいい。ねえ、いいエピソードじゃないですか、これ。めっちゃ面白い。ねかかか。その歯をどうしたかっていうオチをね、何かしら、例えば指輪にしてプレゼントをしてもらったとかね、そういう何か、その、この歯がどうなったかっていうオチがね、あるといいんじゃないですか。今の仕事じゃなかったら、歯ぎしになりたかったんです。なるほど。救急車、鍵の救急車のあれですかね。でも、家の鍵なくしたとか、車に鍵閉じ込めちゃったとか、今はあれかな、みたいなことになった時に、ね、オカリナちゃんが来たら、ちょっとびっくりしますよね。おい、なんだこの妖怪みたいなやつってね、思っちゃいますよ。私が今までで一番驚いたことは、新幹線のぞみの速さ。なかなかですな。2時間半で大阪まで行っちゃう。半もうちょっと早かった？なるほど。ね。昔から新幹線に頻繁に乗っていたので、のぞみの感想は揺れが少ないなでした、うんうんね。なるほどね。線路が違うからね。在来線とも。ね、ああそうですかとね。私にとってお弁当に入っていて嬉しいのは、うん、卵すっきゃなですね。煮卵すっきゃなね。私ポテトチップスの新商品の味を決定できるなら何味にする？煮卵って聞かれたらツナマヨ。そこは煮卵じゃねえのかよ、ね、そこは煮卵じゃねえのかよね。そこは煮卵じゃねえのかよっていうツッコミはないですか？いいね。ないか。リップしたら美味しそう。ねえ。枯れるかな答え。まだ枯れない？私一度でいいから、うん、森蘭丸、織田信長、こう跳ね。似合ってみたい。こうね。森蘭丸、織田信長。なるほど。長女ですかオカリナちゃんは。私が考える理想的なプロポーズとは、うん、ご飯とかを食べながら普通に。なるほど。です。それがね、幼稚園の時に好きだった子が、あ、答え借りたよ。抜いた歯がね、指輪になってたりしたら、これは素敵じゃないですか。え、答え借りたね。聞くのをやめるしかない。やった、借りたよ。ところで、うん、原田専門家にとって、今年を漢字一文字で表すと。いい質問です。今年か、難しいな。俺にとってでしょ。これしかないよね、俺。もんでしょ。もんだもん。もんだもん。深いな。ね、お口くちゅくちゅ、もんだもんね。深くはないですよね。これしかないんで。って感じっすか。やったね。オカリナちゃんの答え借りたよ。はい。バイバイ。また来てね。もう来ねえよ。だってお前もう答えねえんだからよ。来る必要がねえだろ。ね。しょ。よし、無事答えからしやりました。ね。じゃあ、よいしょ。そんなところで、良きですか？なんか、女子高生の流行語に良きって入ってるらしいね。あれでも見たんですかね？良きことかな？あれ何でした？悪魔の手まり歌？何だった？あれ何でしたっけ？ね、横溝正史のあれを読んだんですかね？女子高生は。流行ってるんですかね？金田一が。ね、良きこと、良きが入ってるでしょ？良きことかなね。あれ何でした？本当。じゃあ行きますか。あー、歌詞がわからん。いいや。ねえ、未来の僕は元気ですか？僕が夢見たような空きますか？頑張りすぎて投げ出したりしてませんか？ねえ、未来の僕は笑ってますか？それとも冴えない毎日ですか？いつかの夢を投げ出したりしてます。
ますか。猫が可愛いってね、ここにおってね。じゃあ2番覚えてます？お弁当一言書いてください。お弁当一言書いてください。お弁当一言書くだけでモチベーションが上がるだろう。T シャツと、ね、T シャツ連載、締め切りが4日後、9日ですから、メルマ旬報の、今回のは素晴らしいですよ。今回、のはじゃ、のも、ね、のもひでよ、ね、何ですか大リーグ何あと、T シャツと、ね、これは、パーカーもなんかあったりなんかしちゃったりして、ね、何でした、ラインスタンプと、ね、あとはなんだ、来年出る本だ。そんなところかな。ね、ぜひとも何とぞですよ。本当本はね、本当に買ってほしい。イベントをいっぱいやりたいので、これはこれからね、入稿が進み次第、そっちはそっちで進めよう。ね、じゃあね、何かやります？やんなくて。